もういいやだ。はい、こっち映って。まあなんで翔ちゃんがこんなにやさぐれてるかっていうのをね、まあ俺の方から説明したいと思うんだけど、昨日だよね。ATM に翔ちゃんがお金を振り込みに行って、ATM の上に現金を置いちゃったんだよね。で、それを置いちゃって、それをしまい、まあしまい忘れたというか、そう置いたままにしてちょっとその場を離れちゃって、で、気づいて戻った時には、それがなくなってたっていうね。最悪。いや、最悪だよ。最悪。置き引き？いや、笑っちゃいけないんだけど、笑っちゃいけないんだけど、もう、翔ちゃんのもう、落ち込みっぷりがもうやばくて、昨日。もう今も引きずってんもんね。そりゃね。何から言えばいいか分からない。何から言えばいい？てかもうさ、銀行、まあ、土日なの？土日だったから。あ、そうよ。だから昨日が土曜日だったから。しかも、うん、無人 ATM だから、うん、誰かいるわけでもないから、うんうん、その戻った時に、窓口。横に電話があるからね。そうそうそう。うん、そこにかけて、うん、経緯を説明して、うん、そしたらなんかまあ、なんなんだろうな、なんか淡々とされすぎてて。ああ。あ、残念でした、みたいな感じ。ああ。もうどうしようもありませんね、みたいな雰囲気。で、なんかこっちも、いやいや、待って、ATM だからさ、うん。いや、カメラついてるよね、ついてますよね、って聞いたの。そうだよね、だいたいついてるよね、監視カメラがね。そうそう。だから、そしたら、じゃあ、ちょっと私じゃ、対応できないんで、ここに、うん、もうどうなるかはわかんないけど、電話してみてくださいって言って、うん、平日に、みたいなこと言われて。うんうんうん、俺がそう言わなかったら、もう、そのままおじゃんにしようとしたでしょ、あんた、みたいな。ああ、なるほどね。もう自分じゃ対応できないから、うん、もう。だからまあ、すべて、すべてよ。すべて僕が悪いよ。すべて僕が悪いけどさ、うん、近くに交番もあったからさ、警察の人も聞いたらさ、届いてないですね、とか言ってさ、うん、今携帯で、紛失届出せるんでこれでやってください、みたいな、なんか。もうなんかもう事務的なんだね。いやもう本当になんかもう、なんかさ、外でさ、なくしたらさ、うん、あーもう仕方ないな、とか思ったりすんの。うん。道端で落としたとかね。うん。うん。でもなんか ATM のところでなくしてるっていうのはさ、うん、監視カメラとかある上でさ、撮っていってるわけでしょ。まあそうだよね。で、しかもさ、ATM 使う人なんかお金引き落とそうとしようとしてる人たちだからさ、ワンちゃん履歴は残ってるはずじゃん。その何時何分っていう。うんうんうん。でももう確実に誰だかはわかるわけじゃない。うん。でもなんか、こっちがさ、すんごい追求しないか限りさ、うん、なかったことに使用されそうになってさ、うんうんうん、いやもう、もうでも全部まあ悪いですよ、僕が。だからもうね、ほんと昨日からね、ずっと凹んでる。まあでもなんかあれだよね、ちょっと詳しい人に、ちょっと相談したじゃん。はい。そしたら、やっぱ土日に電話で対応するのは、警備会社の人みたいな感じだったから、実際に銀行の人じゃないんだよね。だからまあそういう対応になっちゃったんじゃないかなっていうのはわからんでもないっていうかね。だからまあ、明日、平日だから、またちょっと銀行に電話かけてみて。絶対ないわけない。うん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 。もしこれで何も見つかりませんでしたって言ったらもう銀行が隠蔽してる。だってそうでしょ。カメラに映ってんのにないとか言われたらマジそれは違うよ。ま、でもなんかネットで調べる感じだとさ。うん。だいたい戻ってきて。ね、そうだよね、うん。で、被害届を銀行の方から警察に出してくれて、うん、で、多分警察が監視カメラとかを調べてくれて、で、犯人を特定して、できる可能性が高いみたいなね。いや、てかさ、もう、うん、いや、俺さ、日本だからさ、うん。そんな ATM の上にお金がさ、生であったらさ、うん、持ってかないと思ったのよ。いや、でも意外と日本でも持ってくと思うよ。だからちょっと安心してた。ちょっと別に、多分残ってるだろうな、みたいな。あ、はいはい。でも財布とか大体届けてくれる人多いもんね。なんか交番とかに届いてること多くない？だって超怪しくない？ ATM の上にさ、現金置いたまま。
ってさ、うん、それをファッて取っていく人い考えられない。銀行という中の中で起きて起こしてさ。まあそうね。見られてるっていう感覚がなかったのかなその人。いやまあ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 。まあね。まあまあ僕が悪いかったけど。まあね。ちょっと今回教訓として次からはねちょっと、うん。ちゃんと最後確認して忘れ物がないか確認して出るとかね。ちょっと方法を考えた方がいいかなとは思うけど、まあ、取っていったその人が一番悪いからね。うん。まあ、そもそもさ、なんか昨日とかさ、俺が結構帰ってくるの遅かったじゃん。うん、仕事中に LINE 見たらさ、お金がない、みたいなさ。めちゃめちゃもうへこんでるからさ、でもご飯どうするって言っても、もういらない。食べたくない。食欲ない。何もできない。持ち物の散歩も行けない。みたいな感じになってたじゃん。いやまあそれはそれでなんていいけど。ほんと自分が許せなかった。晩ご飯ね、昨日結局、松屋に行ったのか。で、松屋に行っても、ビール頼んでもさ、俺にこのビールを飲む資格はないとか。もうせっかく頼んだのにさ、日本さ、両一飲んで、みたいな。俺これ飲む、このビール飲む資格ないから、みたいな。はぁ？みたいな。だって今度さ、七夕祭りあるじゃん。阿佐ヶ谷でね。毎年やってるやつ。それもなんか友達と一緒にさ、行く約束してたのにさ、なんかもう、もう、断った、みたいな。いや、もうなんか遊ぶ資格ないなって思った。そこまで発想が飛ぶのが、その、すごいなと思ったけど。いやもう全部ダメ、マジで。だって、ここ、もう、あんたが帰ってくるまでさ、うん、なんかもうどうしようもなかったら、ここでさ、うん、横になってさ、もうエアコンもつけ、うん、エアコンつける資格。ここでずっとエアコンない状態で、うん、なんでよ。それでなんか熱中症とかになったらそれはそれでなんかもう最悪じゃん。全然そんなことないのに。でしょうがないじゃん。置き忘れて、誰でもあるじゃん。俺も財布なくしたことあるしさ、もうみんなあると思うよ。なんかそこまで自暴自棄になるかと思ってなんかもう逆になんかすっごいもう面白くてさ俺は。でも笑いたいけどさ、本人の前で笑ったらさ、めっちゃ切れてくると思うからさ、もうそんな笑えないとか、心配したふりをしたけど。でも風呂も入る気なかった。そうね。でも汗臭いからちょっとお風呂入んなっつってね。うん、俺も一切手を動かさなかった。全部洗ってくれた。そうよ。優しいでしょ？うん。いやでも昨日の落ち込みっぷりはもうやばかったね。まあまあ。まあでもね、ちょっと明日また銀行に電話かけてみて、うん、ちょっとどうにかね、対応してもらって、うん、まあ帰ってくるかどうかはわかんないけど、俺に頼ってくれていいか。こういうとこよ。いいよ、可愛くなくて。可愛くなくていいですよ。可愛いです。可愛いです。可愛い。可愛い。ちょっと気をつけないとね。うん。うん、最近なんかしょうちゃんさ、なんかちょっと、鍵なくしたりとかさ、続いてんじゃん。なんか今年なんかあんじゃない？やめてよ。いや、てかもう本当になくし物多すぎてやだ。いや、ほんと、鍵2回なくしたもんね。鍵2回なくして、財布じゃない、お金取られて。うん、まあでもまあ、それくらいで済んでるからいいと思ったらいいけどね。今日だって携帯を車に組まれそうになった。なんで？どういう状況で組まれそうなの？バイクを運転してて僕はバイクに携帯ホルダーつけてるから、うん、そこにはめてたんだけど、うん、ちゃんとはまってなくって携帯を落として、そうなんだ。うん、で夜だったし車通り多くなかったから、うん、まあいいとして。うん、で、その後になんか車が寄ってきて、うん、もう携帯踏まれそうだったからこうしたの。おうおうこうしたけど、なんかバーって行かれて。危な。最悪って思って、なんか潰す気って思って、うん、で、それでまあ引かれなかったんだけど。危な。なんでそんな手なんか出すの？危な。あ、でも、ゆっくり来たから、てか、別に遠かったし、それでもなんで、てか、本当に、だから、その、いや、もう、はい、はい、それも、じゃあ、僕が、落としたせいですよ。わかってますよ、それは。でも、でもさ、
いや、本当に。まあ、引かれなかったからいいんだけど。まあ、そうよ。危ないよ。携帯だって1ヶ月経ってねえし。そうよ。変えたばっかしでね。もうやだ。耳も聞こえなくなるし。うん。てか、まあ、それもそうなんだけど、うん、なんかもう、なくし物するんだけどさ。うんうんうん。元いた場所辿っていけばみたいなこと言うじゃん。ああ、言うよね。うん。でもなんか。行動思い出してね。そう、いやもう、そこまでの記憶がなさすぎてわかんなくて。で、しかもなんか、いつも絶対入れてないなみたいなところに入ってたりするの。ああ。だからもう、探しようがない。無意識？うん。だからもう今は、エアタグつけてる。そうね。うん、全部。何？ちょっと、え？まさか？何？まさかの？なんだよ。ちょっと心配ないけど。ちょっと今度病院行こうか。なに？いや、そんなね、翔ちゃんも最近不幸続きだからさ、もうちょっと気晴らしにいいホテル泊まりに行こう。眺めのいい、広い部屋の、いいところ。気分転換しに行こう。そこはあれじゃないの？俺にそういう資格ないから、じゃないの？行こう。もうあれよ。もうあんたの不幸の影響で当日キャンセルになるから。何がよ、なんでよ。予約したホテル当日キャンセル。どうせ雨降んだよ。あ、もうあれよ。すでに雷、ま、本当に来週。もう最悪マジで。行きたくない。なんでよ。